やったわ。ちょろかったですね。たった24通りですからね。こんなものは朝飯前でございます。ハーパーを呼びに行かなきゃ。その必要はありませんよ。ハーパイ、でも実際これって何だったんだろう。後ろで流れてる BGM かなとも思ったんだけど、それこそ私全くわからんからね。あなたにはもう私から離れないようにと言ったはずですが、なぜ私を置いていたのですか。なぜあなたはここにいるのですか。答えてください。私はただ。なぜ。全部あなたのためにやったんですよ。ハーパイ、答えて。私に頼ってくれないんですか。私。私は何と言いましたか。じゃあ何ですか。なぜあなたは私を避けるのですか。なぜ私を置いていったのですか。ハーパイ、お願いだから。なぜあなたは私を受け入れてくれないのですか。ハーパイ、やめて。私はそんなに頼りないですか。違うの。やっぱりそう思っているのですね。そうじゃないの。それでは私は何ですか。あなたにとって私は一体何なのですか。あなたは私の友達を、私はあなたを助けたかったの。あなたに助けなど求めていません。あなたにそんなことを求めてはいませんよ。いやー、綺麗なもみじができましたね。これだと今は出てないけれども、しかしいい表情をしていたな。ちょっとキャンセルボタンと決定ボタンはなんかやっぱ一緒になっちゃってんだよな。これコントローラーがなんかちょっとあれかもしれないですね。一回再起動したいけど、キリいいとこまで進めるか。キャンセルしたくて決定を押しそうな気がしてちょっと怖いんだけどね。さて。暗い、お、白い、なんか色合いいいな。またやっちゃったよ。
ハーパーを探さなきゃ。感想はそれだけ？あっちには戻れないわ。今のはストーリー関係してんのかな？わからん。全然わかんねえぞ。まあとりあえずセーブがあるっていうことはバッとまっしぐらではない。じゃあ髪を溶かされっていうのは回避できたか。閉まってる。これはなんだろう。あ、戻れないな。反対側もなんか、あー結局こっちに繋がってんのか。これは劇場かな。また人形劇みたいなの始まるのか。人形劇にしてはちょいとデカすぎる気もするけど。またこいつか。紳士淑女の皆さん、ようこそ。今日のお客さんはノリが悪いようだね。あなたなの？私がどうかしましたか？誰だったらよかったのか？君はかなり不作法なようだね、お嬢さん。そして何よりのろまだ。違う、そんなことない。お静かに。君は本当にやかましいな。たく、だからうるさいガキが嫌いなんだ。さあ、始めましょう。今夜のショーは、誠に前例のないものです。そして、気の弱い方には、おすすめできない類のものです。さて、難しい話は抜きにして、始めましょうか。私は、この物語を、こう呼びたい。偶然つかめた幸運。セレンディ、ピ？スペル的にはピか、セレンディピティと。Thank you.
すまねえ。英語はさっぱりなんだ。ハーバイ。ハーバイを探さなきゃ。まあ、ハーバイの説明みたいなもんだったんだろうけど、すまないが今回はマジで1割も理解ができなかった。途中読めたのはね、あれだ、You are not my daughter。あんたは私の娘じゃないよっていうとこぐらいで。で、あの写真の両親と、あれは弟かな兄かなわからんけれども、っぽいのがまたなんか出てたよな。なんだろう、元凶はやっぱりこの子、みたいな気がするんだよな。じゃあ、ハーバイが現実世界のっていうとそうでもないんだよな。それはフレッタの疑惑もあるわけだし、やっぱ多重人格みたいな設定なのかな。ハーバイを探すって、どこへ行くのでございますかな。一旦いいセーブかな。あ、ここはエレベーター。また不具合とか起こすんじゃないの？これも動いてんのかな？あ、開かないや。待ちかな。あ、動いてはいるっぽい。じゃあちょっと待つか。着いた？いや、そんなことなさそうだ。あ、やっぱまだ動いてる。上に行ったんだか、下に行ったんだか、上下の感覚はもうなくなりそうなんだけど、暗いな。お、この演出、前もあったな。やっぱ、いいよな、この演出。かっこいい。この子の影は伸びないのか。この子は本当に存在してるんだろうか。ここはどこなの？あれ？これ？髪、溶かされません？大丈夫っすか？上？あ、でもルートが違う。これは、寝てる。ハーバイ、これはフレッタと同じ感じか？来てくれたの？何が起きたの？ハーバイが先に行っちゃって、私。ああ、申し訳ありません。あなたを傷つけるつもりはなかったの。いえ、そんな。先ほど私のやったことには何の言い訳もできません。あの行いを悔い改めようにも私はどうしたらいいのか。私もハーパーに謝らなきゃ。あなたを失望させてしまったかも。そんなことはないです。あんな状況だったけど、ハーバイ。あなたの言うことを聞けなくてごめんなさい。謝ることはないのよ。あなたを導くために私はここにいるのです。しかし、私は失敗しました。何の言い訳もできません。いや、ハーバイ。あなたは私のために十分すぎるほどやってくれたわ。私を慰める必要はないです。あなたを導けなかったのは自分でわかっていますから。でも、そんなことなかった。ハーバイは私をあの女の子から守ってくれたよ。あなたは私を慰めてくれたし、私の話も聞いてくれたし。私のために、このカーディガンも作ってくれたじゃない。だから、ハーバイ、自分を責めないで。ありがとう。本当に、ありがとう。
パパイ、泣かないでよ。私はそんなつもりじゃ。この涙は、あなたのせいじゃないわ。私はただ、嬉しくって。パパイ、あなたにすべてを感謝したい。あなたと話して、私は少しだけ自分を知ることができた。ああ、私の大切な。私は本当に最低限のことしかしてあげれなかった。ありがとう、パパイ。いいえ、どういたしまして。きっと、今のあなたなら道を見つけることができます。たとえ私がそばにいなくても。ええ、見つけてみせるわ。あなたのおかげよ、パパイ。あなたにこれだけは言っておかなければ。どうかよく聞いてくださいね。ええ、前にあなたを追いかけていたあの女の子、彼女の名前はリゼッテ、リセッテ、リセッテ。彼女はとても病んでいます。ハーバイ、彼女は私をどうしたいの？私が言えるのはこれが全てです。それはどういう意味なの？彼女に必要なのはあなたの助けです。あなたは不用意に彼女に近づくべきではないけれども、彼女は見た目通りのような人でもないのです。リゼって、リゼットとかもしれないな。リゾット、食い物。私がここにいる理由の一つが彼女です。ハーバイ、ごめんなさい。あなたを混乱させるつもりはありませんでした。彼女を見つけてください。たとえ、また会いたくなかったとしても。会いたくなくても。あなたが自分自身を見つけることができなくなるのではないか。それだけが心配です。あなたに一つ、やってほしいお願いがあります。それは何？ハーバイ。どうか自分自身を見失わないで。あなたはあなたよ。他の誰でもない。あなた自身。でも、私はあなたに名前を教えれなかった。あなたがあなたの道を見つけると信じています。だから、お願い。パパイ、私のことを忘れないで。パパイ、待って。あんなことをしてしまって申し訳ありません。私は決して。ダメ、パパイ、やめて。あなたを傷つけるつもりはなかったの。パパイ、しっかりして。注意してください。捨ててはいけません。再び、生かせてはいけません。パパイ、目を開けて。パパイ。いや。パーパイズレガリア。フレッタの時もなんかもらったよね。
バーバイ。やっぱり話の流れがわからん。フレッタの時もそうだったけどね。これは物語が分かってきたら、なんか、わかるのかな？分かってきたらわかるっていうのも、なんだかおかしな話だが、っていうか、そりゃそうなんだけど。ハーバイ編で何か物語分かったことがあるかって言ったら、それこそエンジェルと会ったぐらい。エンジェルは今一体どこにいるんだろう。これは下に戻るきゃないか。これはガラス？花びら？目か。なんだか、ペカペカした手紙がぴょんぴょんしてて、ずいぶんフィーバーしてるね。楽しそう。混ぜてくれよ。あの運命の日から私は後悔の念に駆られ、あれからずっと私の心が安らぐことはありませんでした。欲望に身を任せ、私はやってしまった。名前も知らない、何も名前じゃない。何も知らない子供だった自分の愚かさを悔やみます。私はあるものと引き換えに、自分自身と家族の幸せを手に入れました。愛する娘の、あなたがいなかったなら、私は何も手に入れられなかったでしょう。なんのこっちゃ、クエスチョンばっかりが続くな。そしてなんだか波の音って感じか。ただ、オルゴールがあるし、一旦ここで休憩を挟みましょうかね。